テレ東。こんにちは、ニュースの言葉です。今日取り上げる単語こちらなんですけれども、ウェザーテックです。これ直訳すると天気の技術、気象の技術ということになるんですけれども、いわゆる気象に関するデータですね。温度であったり湿度であったり風向きであったり雨の量であったりいろいろあるんですけれども、こういったものを単にお天気予報に使うだけではなくてですね、もっと幅広くいろんなものに使っていこうじゃないかという動きが実は広がってきているんです。まあ、分かりやすいことで言うと、例えばお客さんの動向、需要予測なんかにもっと使えるんじゃないかということなんですけれども、そうした中でですね、今日私取材で訪れているのが、この奥の方を見てみると分かりますかね、建物がちょっとあるんですが、ここ実は伊勢神宮の内宮につながっているお祓い町通りという通りに来ているんです。これ車来てますから気をつけて、反対側見てみるとずらーっとこれ奥の方まで続いているんですけれども、全長がですね800メーターほどの通りなんですね。でこの中に飲食店であったり、それからお土産屋さんなどなどが軒を連ねているんですが、この通りの中のちょうど今車来てます、こっちもありますね。今回実は取材でお邪魔しているのがこちら、見えますか、エビア大食堂っていうお店なんです。これ100年以上続いている実は老舗なんですけれども、このお店がですね、実はこのウェザーテック積極的に活用しているっていうことなんですね。でウェザーテックって言っても天気情報だけじゃなくて、過去のお客さんの動向であったり、周辺ホテルの予約状況だったり、それから SNS などの口コミにどのくらい人が寄ってきてるかって、そういうこといろいろとトータルで勘案して、次の日のですねお客さん一体何人ぐらい来るんだろうってことを予測してるっていうことなんですよ。でちょっと中入ってみましょうか。実はもう今日営業さっき終わったところなんです。中入ってみるとご覧ください、もう100年以上のお店なんですけど、非常に綺麗なんですよね。改装しています。でこういったお店がいわゆるウェザーテックですね、人工知能に近いんですけれども、これを利用していろいろと分析をしているんですが、昨日の段階、実は昨日はですねこの街台風の影響もあって非常に天気悪かったんですが、昨日の段階で今日一体何人のお客さんが来るのかっていうのをまず予測してるんです。人数でいうと163人という予測でした。で今朝起きてみたら実はピーカン、とっても暑くて天気が良かったんですが、実際に来たお客さんの数はですね223人でした。ちょっと予想より多いんですよね。外れちゃったかなっていう感じもあるんですけれども、もう一個実は予想していて、ここいっぱいいろんなメニューあるんです。ちょっとね他の店舗よりも単価高めに設定してるってことなんですが、この中でどのメニューが一番売れて何個ぐらい出るかっていうのを昨日の段階で予測してるんですが、それがねこの一番上のこれなんです。手こね寿司定食1480円です。これ昨日の段階で23個出るよって予測していたんですが、これはね28個でした。今日かなり近いニアミスです。トータルでいうとだいたい9割ぐらいの的中率でだいたいお客さんの動向や人気のメニューを当てているということなんですね。まあ、これによって最近話題になっている食品ロスも随分減ったっていうことですし、従業員の皆さんもかなり計画的に動けるようになった、人手の確保もしやすくなって、いろんなメリットがあるということなんです。でこういった取り組みっていうのはビッグデータということを言われていて、いろんな企業がもうここ最近取り組んではいるんですけれども、ただどうしてもですねコストがかかる、それから分析が非常にややこしいということで、今までは大企業が多かったんですが、実はここに来てコストもだいぶ安くなってきた、で情報も入手しやすくなってきたということで、こういった中小の店舗でも利用する例が増えてきているということなんです。今回その取材でお邪魔しているんですけれども、もっと詳しい内容他の企業も取材しているんですが、今度の水曜日7月3日です。朝ニュースモーニングサテライトでじっくりとお伝えすることになっていますので、ぜひそちらも合わせてご覧になってください。